今日は、はい、今日はトミカの川崎市交通局ドラえもん号を買ってきました。はい。じゃあこれ開けていこうかな。じゃじゃん。ドラえもん乗ってる？乗ってない。乗ってない？あ、本当だね。運転席には乗ってないね。絵が描いてあるね。こういうところにほら。そこドラえもんいないかな？ここにいるよ。ドラえもんいるね。後ろ見て後ろ。ほら後ろに誰がいた？ドラえもん。ドラえもんいた。じゃあ見せてください。はいはい。はい、じゃあちょっと詳しく見ていこうかな。このトミカは川崎市交通局のドラえもん号だね。でこのバスは1万台限定なんだって。このトミカは通信販売とかやってないから買いに行かないといけないんだね、川崎市までね。てっちゃんこのトミカ買いに行くの遠かったね。遠かった。でボディカラーは薄い水色って感じだね。藤子不二雄ミュージアム行きなんだね、このバスはね。横から見るとドラえもんとかコロスケとかいるね。コロスケあるこののび太くんとかいるね。後ろはドラえもんが大きく横向いてます。で反対側はここジャイアンがタケコプターで飛んでるね。でここにはエスパーマミとかいるね。ドラミちゃんもいます。ドラミちゃん。このバスはサスペンションはないね。こういうラッピングバスのキャラクターものも可愛いね。ドラえもんとかはちょっとシールみたいになってるのかな。後ろのドラえもんもシールです。じゃあせっかくだから箱を見てみようかな。もうドラえもんが正面にいるね。で、藤子 F 藤尾ミュージアムって書いてあるね。川崎市交通局ドラえもん号です。ドラえもん号。で、ベースの車は椅子エルバです。じゃあバス出発進行。タケコプターって知ってる？てんちゃん頭につけたらパタパタって飛んでいくやつだよ。結構見た。飛んでっちゃうんだって。勝手に飛んでくって。よし、てるちゃんにもタケコプターつけよう。はい。つけた。バイバイ。バイバイ。タケコプター。ドラえもんはいい人なの？悪い人なの？悪い人なの？悪い人だよ。人じゃないのか、ドラえもんは。ロボット？ドラえもんはポケットがついてるんだよ、お腹に。いろんなものが出てくるんだよ、ポケットから。てるちゃんのポケットからは何も出てこないんで。え、なんか出てくる？出てこない。出てこなかったね。あ、てるちゃんのポケットから出てきた。出てきた。トミカが出てきました。ガッツゴー。それ失敗だよ。はいはい。じゃあてるちゃん今日もよく遊びました。おしまいです。次は終わり。バイバーイ。バイバーイ。